鉄道ゆっくり茶番。ふう、やっぱりイカ飯はいつ食べてもうまいの。白食いお兄ちゃん。おや、君はキハ110系君。わしになんか用かね？僕、最新型タブレットが欲しいんだ。タブレットか。よし、ちょっと待っててくれ。お兄ちゃん、もしかして出してくれるの？もちろん、それのことじゃろ。ありがとうお兄ちゃん。って、なんじゃこりゃー。何って、普通にタブレットじゃが。それはわかるけど、僕が欲しいのはそういうんじゃないんだよ。じゃあどんなタブレットが欲しいんじゃ？タブレットと言ったら、タブレット端末のことに決まってるでしょ。こんなのもらっても嬉しくないよ。なるほど、そっちのタブレットじゃったか。もう、しっかりしてよお兄ちゃん。すまん、わしももう年じゃから、たまに間違えることだってあるんじゃ。そうなお兄ちゃん、スマホでもいいんだ。それなら僕に買ってくれてもいいでしょ。ああ、確かそれもどこかにあったはずじゃから、今から持ってきてやろう。なんか嫌な予感が。おいスマホ。いやそれ多分。やっぱりダメじゃったか。ダメに決まってるよ。今時タブレットすらあまり使われてないってるのに、スタスならなおさらでしょ。そうか、最近はみんな自動でやってくれるから。スタッフどころかタブレットすらめっきり見かけなくなったもんじゃ。確かにそれは気の毒な話だよな。しかしそれを若そうの君が知っとるとはなかなか大したもんじゃ。よし、ならばここは二つともやることにしよう。だからそんなのいらないんだって。